皆さんこんにちは。歌手の上野優香です。動画見てくださってありがとうございます。いきなり私がツイッターで SNS ソングライターを始めますと宣言をしたんですが、はて、SNS ソングライターって何なんだろう上野優香一体何を始めるんだろうって、はてながいっぱい浮かんだ方がたくさんいらっしゃると思うので、この動画ではそれについて説明をさせていただこうと思います。そもそも、 SNS ソングライターって一体何なんだろうっていう話なんですが、私はシンガーであって、シンガーソングライターではないんです。ここがすごく大事なポイントで、なんですけど、SNS で、SNS を通じて、世の中の思いだったり、皆さんの言葉を歌にして届けることができたらなと。それができたらすごい面白いんじゃないかなと。まあ、簡単に言うと、そんなプロジェクトになっております。 私自身も、ツイッターだったり、インスタグラムだったり、YouTube だったり、いろんな SNS を使って世の中に情報を発信しているので、私から皆さんへの一方通行ではなくて、皆さんから私にっていう、こう、行き来できる、そんな風に音楽を一緒に作っていけたらなと思ってます。まずは、その第一弾としまして、ツイッターのアンケート機能を使って、新曲の タイトルだったり、歌詞の一部を皆さんと一緒に、皆さんと一緒に決めていけたらなと思っております。いずれは、いずれはですけれども、歌詞を丸ごとみんなと一緒に考えたり、メロディーやアートワークも共有して、新しい形の音楽を作れたらと思います。うーん、なんて言ったらいいんでしょう。なんかこう、分かりやすく言うと、実写版初音ミクみたいな そんな感じで言ったらいいのかな。上野優香という器を通して皆さんが世の中に伝えたいことを発信していくオンリーワンな存在、SNS ソングライターとして今後活動していけたらなと思っております。きっと皆さんもなんか面白そうだなとか、あ、じゃあこういうことを歌ってほしいなって意見とかリクエストとかあると思うので、ぜひそれを聞かせていただけると嬉しいです。 詳しい情報は、私、上野優香の公式ツイッターの固定ツイートをチェックしてみてください。それでは以上、上野優香でした。動画見てくださってありがとうございました。